ブドウネアブラムシは、ブドウ樹の早根にコブを生成して、ブドウ樹の生育を阻害し、やがて腰に至らせる昆虫である。別名はフィロキセラ。19世紀後半、品種改良のために、ヨーロッパへ輸入したアメリカ原産のブドウ樹に付着していたことで、ブドウネアブラムシへの抵抗力を持っていない、ヨーロッパブドウに全滅に近いほどの被害を及ぼし、 多くの歴史あるワイナリーがそのワイン畑と共に失われた。被害に遭ったブドウ根成虫、幼虫が根、または葉から樹液を吸うため、虫がついた部分の根や葉にコブができ、開花不良、無核化、葉焼け、廃炉減体などの被害が現れる。そして、木が次第に衰弱して枯死する。根では細根が防水型に膨れ、用水分の吸収ができなくなる。また、 歯では、未展開の若葉に幼虫が寄生し、歯表に、口の開いた壺状の葉こぶを作るため、歯は、十分に展開せずに生育不良となる。有志型ブドウネアブラムシブドウネアブラムシは、他のアブラムシと同様、タンタメ生殖と、有性生殖を行う。タンタメ生殖の段階では、すべてメスであり、羽の内部羽型である。さらに、ブドウ樹の歯にコブを作る。 運ぶ型と根にこぶを作る、猫部型がある。有性生殖の段階では、オスとメスが発生し、羽のある、有種型である。作中に、武道樹に産み付けられ、冬を越した卵が孵化すると、葉の裏側に付着して、樹液を吸い、葉表に向かって開いた、運ぶを形成する。成虫は運ぶ内に、単ため生殖で産卵し、個体数を増やしていく。 この状態の成虫はハコブ型と呼ばれている。ハコブ内の卵が孵化し幼虫が葉の表面に生い出すと、一部の幼虫が根に降りて成虫となり、猫部を形成し、樹液を吸う。この状態の成虫はネコブ型と呼ばれている。ネコブ型の成虫から優生生殖を行う個体が発生する。その個体は孵化すると羽のある有子型が生まれ、大きさの違う2種類の卵を産卵する。 その卵からオスとメスが孵化するが、それらは交尾をすることだけで餌を食べることはない。交尾をするとメスは卵を産卵し、その卵が冬を越し、春に孵化し、運ぶ型の成虫となる。1862年、南フランスのガール県で小さなアインショーを営んでいたジョセフ・アントワール・ボルティがアメリカのニューヨークからブドウの苗木を購入し、 自分の小さな畑に植えた。2年後、周囲のブドウがしおれ始め、葉が黄色くなって落葉し、ついには腰した。その病状は急速に広がり、ローヌ県南部にも被害が確認された。1868年には、ラングドック地方にも広がり始め、その後の10年間でフランス全土に蔓延し、ついにはポルトガル、スペイン、ドイツ、オーストリア、 イタリアに広がった。病気の調査のため、フランス政府は調査委員会を設置し、植物学者のジュール・エミール・プランション教授が調査員の一員に任命された。ブランションはまだ故死していないブドウの根を調査し、ブドウネアブラムシを発見した。1873年、ブランションはアメリカに渡り、ブドウネアブラムシに体性のあるアメリカ原産のリッパリア種、ルペストリスダネ。 ベルランディエリ種ネを発見した。フランス政府はワイン産業の全滅を受け、ついに30万フランの賞金を出して解決策を求めた。最初は被害の拡大を防ぐため、被害にあったブドウを引き抜いたり焼却したりしたが、効果がなかった。二流化炭素の殺虫作用を利用し、根の周囲に注入することも行われた。しかし、 二硫化炭素は揮発性が高く、因果性が高いという欠点を持っていた。1874年のモンペリエのブドウ栽培会議で、アンリ・ブュシェは、アラモンダンネがアメリカブドウの代儀に継ぎ木できることを示した。この方法は瞬く間に広がり、現在では、武道ネアブラムシに抵抗を持つブドウ品種を代儀として、継ぎ木をする方法が主流となった。 フィローキセラに会うことなく200年以上生き延びているブドウの株はギリシャのサントリーニ島、イタリアのアマルフィ、フランスのピレネー、スロベニアマリボルノストロトルトなど隔離された厳しい条件下で育てられたもののみである。また、チリ、アルゼンチンに導入されたヨーロッパブドウは気候風土の影響からフィローキセラの被害を受けていないため現在では貴重な存在である。 一部のヴィンテージワイン外効家の間では、フィローキセラによるヨーロッパブドウの壊滅及び抵抗手導入により、ヨーロッパ産ワインの本来の味が失われた、という見解もある。ヨーロッパブドウを導入し始めた日本でも、ブドウネアブラムシの被害があった。日本への電波は1882年3月、未イク主場がアメリカのサンフランシスコより購入した、ブドウ樹に起因するようである。 1883年秋以後に移植した内樹にのみ、害虫を発見し、その被害根も同年以後生じた根に多かったためである。その後、未退屈上の武道寺は年を追うごとに衰弱し、1885年には腰死しそうなものが多くなったため、5月13日に農務局員が道場へ派遣されてその害状を調査したところ、すでに古部状になった被害屋根、アブラムシが見出された。 このことは1885年5月、直ちに農務局から、晩秋武道園にも知らせがあった。園内各樹で調査したところ、6月19日に、武道ネアブラムシが発見され、この金傍の武道樹4642本、面積八単4世について、株、支柱ともに掘り起こした上、焼却処分した。そして硫化石灰と大量の石油を注いで駆除した。 これらの被害樹は1884年の春、未体ク主場から移植した木に限られていたことから、そこから伝播したに違いないとされている。その後、明治から大正にかけて大発生し、日本中のブドウ栽培が壊滅する危機に追い込まれた。当時、山梨県の宇治試験場に所属していた上沢恒夫は、ブドウネ油虫の生態を調査し、対虫生態にの選抜に努め、 ようやく被害は収まった。ブドウネアブラム氏島根県農業技術センターハット ABCD ドや、ツネオ2005、PP245 から249、ブドウ大義品種、2013年2月11日閲覧、農文教編、果樹園芸大百科ド道農産漁村文化協会、2000年2月25日、 ISBN4 から540から9万 9333X。フィロキセラカを生き延びた、武道園、国会山に認定、ワールドファインワインズ、2012年7月5日、2017年11月20日、閲覧、ストロトルタ、ナハストレイサトルタナスフェトゥイナミ町市、編集委員会、イナミチ兵庫県加古郡イナミチョウ、1982年、 ブドウ栽培の危機を救った、ブドウネアブラム死亡所の功労者、上沢恒夫。2013年2月11日閲覧。ありがとうございます。